皆さんこんにちは、ソーチャンネルです。ソー太郎です。ご無沙汰してます。はい、というわけでですね、お久しぶりです。ちょっと体調を崩してまして、しばらくお休みしておりました。簡単に言うとですね、マダニに噛まれました。マダニに噛まれて、でちょっとマダニが直接的な原因なのかどうかは分かんないんですけども、そこから2週間ぐらいして、2週間はちょっと何ともなかったんですね。で僕ももう噛まれたことも忘れてるぐらいだったんですけども、2週間ぐらいしてからちょっと噛まれたとこが痒くなりまして、かいだりしてたんですね。したらそこから湿疹がこう体中に広がりまして、めちゃくちゃ痒いみたいな感じで、で近所の皮膚科でお医者さんに見てもらって、でマダニに噛まれたことを思い出して伝えたら、マダニの口器、口の器、口のパーツですね、がまだついてるかもしれないから、ちょっと大きい病院に行って、まあ必要ならばそこを切除して検査した方がいいということで、で大きい病院に、紹介していただきまして、そこで、まあ、顕微鏡とかで患部見ていただいて、で血液検査とかいろんな検査をしていただきましたが、どうやらそのマダニによる感染症とかではないということで、ただその噛まれたところを書いてしまったことによって、ちょっと自家感作性皮膚炎っていうのになったんじゃないかということで、これ何かって言いますと、どっか虫刺されとか痒いところが大元となって、自分の体の中で痒みが広がっていくっていう、こう人にうつすとかそういう類のものではなくて、もう自分の中で痒いところが広がってくるっていうので、もう全身やられまして、それはそれは痒い日々でした。で、まあ、お薬とかで良くなって、良くなったと思ったらぶり返してみたいなのを繰り返して、最近やっと落ち着いてきました。というわけで、これから、まあ、今までちょっと運動とかも控えるように言われてたんで、ジムもちょっとお休みしてたんですけども、YouTube も運動も SNS のも頑張っていこうと思います。というわけでですね、ソー太郎のソーチャンネル、すっごい更新したいと思います。いろんな形でもっと更新頻度を上げていきたいと思いますので、皆様今後ともよろしくお願いします。マダニマジで気をつけてください。今アウトドア流行ってるんで、いろんなとこ行かれる方も多いと思うんですけども、特に小さいお子様いらっしゃるご家庭の皆様、虫対策は本気で必要だなって思いましたので、お気をつけくださいね。なんか僕は幸いそういう感染症とかにはならなかったんで、ラッキーだったのかもしれないですけど、それでもこの自家感作性皮膚炎っていうの、もうえげつないくらい痒いんで、そうならないためにも皆様、夏のアウトドア、夏に限らずアウトドア、虫、特にマダニにはご注意ください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。